次に手首の角度です。アプローチするときにここに角度が、アプローチだけでなくクラブを持つと角度ができます。この角度と、この最初にできたこの、この角度、この角度を変えないイメージでスイングしていく必要があります。でどうしてもイメージの中にこう自分で下に下げて打たなきゃいけないっていう意識があるのですが、まあ、ゴルフクラブはこの姿勢のまま 体を回していくと、まあ、ヘッドが重いので地面近くをこう通るようになってますので自分は支えているけどヘッドの重みで最終的に回っていくとこのように地面に落っこちてしまいますのでなるべく最初の角度をキープしたまま、まあ、落っことさないようにヘッドをこう支えている感じで体を回していく必要があります。で 女性の方なんかに多いのですがこう構えてる段階で角度があるのですが意外と何もし、あのー、動かさないでくださいっていうと動かしてない意識のまま上げると重さに負けてこう手首が意外とこう垂れて意外と下がりながらこうやって上げちゃう女性の方とかが多いです。で最終的にカクッとこう曲げたようなスイングになってクラブが重いのでこういろんな方向に。 曲がってしまうっていう状態が出来上がってしまいますので、まあ、アプローチの時は少しこう上げる時にそんな方はこの右手首の角度を少し甲側に折るようなイメージで上げていただくと女性の方なんかはこうこういうバックスイングになりにくいのではないかなと思いますこのどちらかというともう手首を後側右手の手首を甲側に折ってるような状態で上げてもらってでそれをそのまま解かないで。 体をこう回していってもらうっていうのがいいのではないかなと思います甲側までこう折ってそれは後は体で振っていくというようなイメージでやっていただければ手首の角度をキープしながらスイングできると思いますので手首の角度を注意しながら練習してみてくださいいつも動画を見ていただきありがとうございますチャンネル登録、評価お願いしますゴルフでわからないことは下のコメント欄に 書いていただけると動画でアップしたいと思いますのでよろしくお願いいたします